はい、毎度どうもこんにちは、ひうちまるでございます。今回は何も足さない何も引かないの AK117 です。連射速度が77で速いんでね、どうなることやら。まあ、4発キルを狙えばいいですけどね。ではレッツラゴー。はい、場所はハイジャックの船ですね。いやどうだろうか。結構ね、AK117 はね、今さっきも言ったように連射度が結構高いんで、77なんで、やっぱり弾数がね、結構気になるとこなんですよ。まあ、ノーマルだから30発かな。30発で77だったら、本当にもうすぐ終わっちゃうんでね。だから、ハゲワシっていう、緑パークは必須ですね。最初は特にそうです。うん、弾数えてね、打てないんでね、自分ももう何年もやってるけども器用に止められないんで、はい、こんな感じでね。今のは仲間が結構ね、打ってくれましたね。だから距離で胸から上を打てば、大概4発キルでもういけるんで、ちょっとここでね、待ち伏せしてもいいんですが、この辺でもいいですね、もう。ね、結構強いでしょ。だからやっぱり弾の速さが結構あるんで、うん、この弾の速さと、あとダメージが25なので、あー、前に行き過ぎですね、あの人。あ、後ろから来てるな。何やってんだこいつ。なんで後ろから回ってきてる。まったくめんどくさいな。あ、一人いったか。なんだ、倒してくれるんじゃないのかなんで上登っただけかよ。さあ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 、はい、これでね、今もちょっと避けられちゃいましたね。あ、もうオレンジになったら弾変えましょう。おお、急に飛び出してきた。あれ、今後ろにいたと思ったんだけどな。飛び出したのか。あれ、味方だったんだろうか。はい、ここに置いておくとね、そこからこっちに来る敵はね、結構やっつけてくれます。右から来ようが、真ん中から来ようが、左から来ようがね、セントリーガンがね、結構ね、やってくれるんで。この距離でもね、もう5発キルぐらいでいけるんじゃないかな。足とかに当たってもね、全然いけると思うんです。この距離ならもう4発キルですね。もう弾が速いんで、やっぱり相手の、こう、なんだろう。うん、相手に当たる速さがやっぱ速いとね、うん、もちろんキル速速いんで、うん、全然いいと思うし、こうやってね、たくさんね、いろいろな爆弾を落としたり、こうやってセントリーがね、今みたいに活躍したりしてくれたらね、もう全然勝てるんでね。はい、もうこの距離ならもう、あれですね、上半身4発キルぐらいかな。どこかな。あ、向こうが敵をつけてくれた。あ、こっちいますね。はい、このヘッドショットで決めましたね。案外狙いやすい銃なんでね、サイトも全然いらないぐらいだと思うんですけどね。アイアンサイトで見ても全然普通にね、こうやって当てられるんで。いやー、だからね、こう、これもね、弾数を増やす、だからアタッチメントとかもちろん増やすっていうのすごい強いですよ。うん、あえて無駄弾打って、何本か打ってもね、全然弾減らないんで。あ、今のちょっと逃しましたね。打ち漏らしましたね、ちょっとね。まああれもね、弾数が多かったらね、いいんですけど。さあ、これで、終わりましたね。はい、勝利です。50対8。ボットさんかな。はい、MVP もいただきました。ありがとうございます。まあ、相手がね、もうボットさんでも、まあ、こういう銃だっていうのがね、もう分かればいいコーナーなんで、これは。もう全然いいです。まあ、弾の速さとかね、そのダメージがね、分かればね。はい、レーティングは84。いやー、もう全然80超えてたらね、全然いいと思います。うん、2の人も80なんで、かなりの数を倒してらっしゃるんだと思うんでね。うん。ナイスワーク。Well done。はい、XP カードいただいて、ティアの方ちょっと覗き、戦績の方を見ていきましょう。19キル、0デス、3アシスト。まあ、ほとんど2位の方とね、変わらないぐらいのね、数でしたね。はい、どうだったでしょうか、AK117。やっぱりこの銃はね、電車がもう77っていうのと、あと25のダメージなんで、
やっぱり上半身4発キルを狙っていく感じの距離感で戦うっていうのはね、うん、結構一番重要なところじゃないですかね。まあ、アタッチメントをねつければどんどん強くなるんで、皆さんも AK117 どんどん使ってあげてください。ではまた次回を待て。